婦女急天才画家の死一私は今日彼の死を知った彼の死が確定的に私に報告された時私は一種の皮肉な微笑に襲われたのである 私は彼について多くを知っているものではないただ私は一人の科学者として彼の秘密を知っているのであるしかもその秘密はおそらくこの世の中で私一人が知っている秘密である私は彼の秘密と言ったがこの秘密は彼自身も全く知らぬ秘密であるおそらくは 私がここに彼について発表することによって彼にはかかる秘密があったのであることを世人は知るのであろうしまた死後の彼もまた自分にかかる秘密のあったことを知って驚くであろうしたがって私さえ口を閉じていればこの秘密は私自身の死とともに暗に葬られるべきであるまたも考え直してみれば 私が言う彼の秘密というのは実は秘密ではないとも言われる彼自身が全く知らずにいたことであるならば彼にとっては秘密とは言われないその事実が彼にとってはないのと同様であるからであるこの故にこそ私は今日までこのことについては一言も人に物語らなかったのであるそして 私が彼の死を知った今日これを発表するということはあるいは皮肉にもとれるであろうが私は決して彼の生前死後の名声を傷つけるために特に彼の死を知ってこのことを発表するのではない実際私がいささかたりとも彼に対する悪意を持ちうるかまたは不白極まる世評を一挙にして打ち破りたい希望があるか または人の弱みを発表して喜ぶようないたずら心のかけらでも私にあるならば私は今までにもこのことを発表する機会はいくらでもあったのであるそれを私が特に彼の死後になってこのことを発表する理由は一つは私が彼を思う情のしからしむるところでもあったし一つは 世評というものが根無し草に類する根底なきものであることをよく知っているがゆえであった私は科学者である芸術というものに対しては理解のない一科学者にすぎぬただ私は人間として芸術愛好の点においては人後に落ちぬものであることを自負しているものであるもちろん芸術の干渉などということは私には到底できはしない 私は彼彼のの芸芸術術をを愛愛好好ししてていいたまたま今日も熱烈にる私はいささかたりとも私がこのことを発表したために彼が芸術家として名声を落とすということを考えてはおらないそれゆえ私は今日彼の秘密をあえて発表するのである 彼に関するこの秘密が発表されるに最もよい時は今日であるのを私は確信しているのである私は生前における彼を幾分か知っている彼に対する施評については私はかなり敏感であった特に私が彼の秘密を知って以来は私は彼にいつも注意していた私はここに 彼のの生前のことをでききるだけ詳細に記しておきたい。彼は西洋画家であった東洋の古い国の名門の出であった彼が画家として世に立つ決心をしたのは彼が小学校から中学校に移る頃からであった彼の小国は画家をなお一種の職人としか考えぬ国であった特に彼のごとく名門の出である者が画家として世に立つということには 彼の周囲はこぞっって反対したた。のであった彼は周囲の反対が強ければ強いほど自分の決心を固くしたそして二十歳になった時彼はついに家を捨ててもっぱら絵画に走ったのであったその後の10年間は彼にとっては最も自由な学習の時であったとともに物質上最も不愉快な年月でもあった 彼は新聞配達と牛乳配達をしたそして彼は死を選んでそれについて弁礼努力したのであった30歳の年に彼は初めて大作を発表したその作は今も世人の記憶に新たであろうジョージ・ラタイを描く画家は彼以外にはこの国になかったはずである彼がこの一作で一躍画壇に名をなしたのは 一つは彼がラタイ画家であったことにもよるがそれよりもなお一層彼をして名をなさしめたものは彼の色彩に対する特殊の敏感さであった次来彼は色彩に対する天才的の敏感さをもって年ごとに名をはせた実際色彩に対する彼の得意さはこの世に彼を置いてほかに求むることができないものであった 世評も全くこの点に集中していたのである赤と緑とに対する彼独特の感覚は彼の作物の全てに強く表れていた画壇の誰もがこれを模倣すべきでない天才伊豆の声は国内に広がった彼の名声は一作ごとに増大したおそらく彼の作物ほど今日国内に広く保存されているものはなかろう こうして彼は欧州に行くの機会を成し得た。彼彼ははパリに移り住んだ。彼は対応の三年目に一作をパリで発表したその時最も驚いたのはアカデミックの画家連であった彼はこの一作で直ちに名を認められたそして年ごとに発表する作品によって現世が持ちうる最も偉大なる芸術家として推奨せられた 私が親しく彼の絵を見たのはパリの春のサロンであった絵というものに対して私は前から相当の目を持っていると信じていたがこのサロンを初めて私は見て私というものが絵画に対しては全く盲目に等しいのを知った私には全く他人というべき欧州の絵の並ぶ前に立って私は全く呆然としてしまった幸いにも私は その日、ある故国の画家と同道していたので絵の一つ一つについて説明してもらったのでやや絵を理解することができたにすぎぬただ理解し得たという言葉以上に私は心を打たれなかったのは事実であったそれを私たちの足がかの画家の作品の前まで運ばれた時私は驚愕の極みに達したこれですよ 問題になっている我らの同国人というのは私の同伴者はこう言って私に一枚の裸体画を指さした私はこう言われる以前にすでにその絵を見つめていたのであったどうですこの色彩の得意さは絵画に対していささかたりとも心を動かす余裕のあるものならば この色彩に対して教嘆せずにいられません。どうと共に、この世の誰もが、彼を除外した誰もが、こういう色彩を用いることはできるものではないのです。しかも彼がこの色彩を用いれば、我らは何のキーの感もなく受け入れることができるのです。なんという得意さに恵まれた人でしょう。 私の説明人はこう言って私私を顧みた。私はこの説明を聞いて物足りなさに絶望したこんな不白な言葉で表現し得るドの得意さではない私は一目この絵を見た時に一層深いむしろ人力を超越したある色彩感をこの画家が恵まれていることを感じたのであるその年の春のサロンには 彼はただこの一作を発表しただけであったが彼に対する世評は彼の超人的天才を認めることに集中していた私は彼のこの作を見て以来彼の名を忘れることができなかった新聞紙上に彼の名が現れるたびに私はその文字に吸い付けられたそして彼の作を所有することを希望する仏国英国米国の人が 彼の周囲に踊っているのを知るに至って私は彼の将来について「戦争をさえ感ずるに至った」「偶然というものは神のいたずらな心なのかもしれない私は彼と友人となる機会を握り得た私の対応の目的は 天才的の研究がほうき星のごとく現れるフランスの楽風に染まることであったので私はパリのある研究所に席を得ていたもちろん一科学者に過ぎぬ私は研究室内において小研究に年月を過ごしたに過ぎぬがこの研究所内にいる人々の研究態度については十分な注意を払っていた現代の科学を根拠として考察すれば 必ずや失敗に終わるべき研究を日夜続けている人々を見たこれらの人々は過去が作り上げた科学というものに対して全く無関心であったあたかも科学を芸術と考えているとしか思われなかったこういう態度で続けられる研究から時としていそうがいな過去の科学からは全く飛び離れた研究が生み出された その度に過去の科学は開廃された私はこういう研究所の空気の中でかの画家の用いる色彩を文脈の画家の常用する色彩と比較してみたのである天才というものは地と時とを離れたところに住むのをしみじみと感じたのであったこの天才児がたまたま浮世の恋に落ちた時に 私は彼と知り合う気を得たのである私の研究室には私の他に一人の研究者がいたそれはこの国の名門の出である諸女であった私が研究所長を訪ねて席を求めて得たあと1週間ほど遅れて私の部屋へ現れたのがマドモアゼル・マルキーズ・モントレイユであった所長は私を見ながら 一人のマルキーズをこの部屋に入れることの承認を求めた私はまだ若いこのマルキーズと机を並べることを光栄として心を躍らせたこのマルキーズこそかの画家と恋に落ちる運命にあったのである私は彼女が研究室へ来るようになって以来フランスの上流の人々と交際する気を得たのであるある夜は ここの人々とともにオペラへも行くことがあった。カーニバルにはモナコまで彼女や彼女の周囲と共に出かけたこうして私の寂しい異国生活は思いもかけず麗しき日にあったある日私はマルキーズによってお茶に呼ばれたそしてその席上マダム・マルキーズの口から「藤原」それはかの画家のせいである ののの一をを手に入れることの依頼を受けたた。であった私はある日それは秋の末であったのでパリの霧はすでに深かったがマルキーズと共にパリの郊外に住む画家を訪問した公爵家から回された自動車に乗って私たちはパリの城門を出たどんよりと沈む霧の底の郊外を自動車は静かに滑っていたお宅では どなたが藤原くんの策に好意をお持ちになるのですか。私はマドモアゼルマルキーズに尋ねてみた。たった一人、本当にたった一人あるのです。彼女はこう言って私を見返した。私です。私一人なのです。彼女はこう言い続けて頬を染めた。 私は彼女が彼に対して特に好意を持つことをうれしく感じるとともにただ彼女一人が彼に対して同棲を持つことにやや不満を感じざるをえなかった私は彼女を見つめて聞く両親はあの色彩がわからないらしいのです私はたびたびあの色彩の話をしたのですけれどもやっぱり分かりません たしはこれを聞いて安堵したアカデミックの人々にはそうです私の両親などはルーブルで十分ですルクサンブールももう分からないのでしょう二人はこう言って笑った3 パリの霧の日に相おうた彼ら2人は年が変わってまだ霧の薄らぎもせぬ間に恋に落ちていたあの霧の日のあと2週間ほどは彼女は毎日研究所へ出てきたそして仕事の間には私に向かって彼のことを聞いた私はいつともなく彼が日本の名門の出であることを彼女に話したと見えて彼女は彼を呼ぶにいつもムッシュ・マルキーというようになった そして彼女は彼の人格を時々称賛したその後2週間を経る頃から彼女は時として研究所へ出てこぬ日があった私は彼女のおらぬ研究室で一人仕事する時どこともなく物足りぬのを感じてきたある日の午後ふと彼女は研究所へ出てきたそしてお茶に行こうと私を誘った 私はしばらく会わなかった彼女の言うままに研究所を出たそして地下鉄道に乗ってオペラ駅まで行った長いコンコルドの広場の地下の乗り換えを歩く時私はまた彼女が若々しい様子となりまた派手な着物を着ているのに気づいた昼間見た彼女としてはあの日ほど美しい日はなかったように思うカフェ・ド・パリのお茶のダンスは始まっていた 私は彼女に勧められたがその日は踊りたくなかったので部屋の隅に座っていた彼女も浮かぬ顔をして人々の踊るのを見ていた私はこの花の都の茶の踊りに来ていながら妙に寂しくなってきた私は故国を思い出した故国を思うともつれた心がいつともなく溶けてくるその心の隙が 私に口を動かさせたこのごろはあまり研究所へお見えになりませんねえ彼女は一向私の問いに答えない私はまた黙ってしまったややしばらくして彼女は私に向かった当分は研究所へはいけないかもしれませんどうして

それれにに寒いいのののでででストーブをたくので余計に疲れますので彼女はこう言い出した私は彼女の言葉で彼女は羅針を彼に書いてもらっているのを知った私は後を聞く勇気がなくなって黙ってしまった私はことを言い立ててそこを先に一人出たそしてすでに日が暮れているパリの冬の外場を あてもなく歩き回った初めて彼女を彼に紹介した日のことがはっきりと心に浮かんでくるそしてその部屋にその後たびたび訪ねていった彼女を心に描く果ては彼女の羅針を熱心に描く彼の姿彼女の立つ右にシンクに燃えているストーブの火それらが続々と眼底に浮かんでくる 私の胸は熱くなってきた私はふと思い出して旅に出たくなったそしてポケットから針葉樹を探り出して時計を見た日暮れて時は経っているけれどもパリの冬の時間はまだ早く銀行はまだ開いている私は通りかかったタクシーを呼び止めて「ブルバールジタリアン」と言って飛び乗った4 ピレネの温泉に一周をわけもわからぬイライラした気で過ごした私はまたパリに戻ってきたそしてしばらくぶりで研究所に出てみると意外にも彼女は仕事を続けていたしばらくお見えになりませんでしたねご旅行でしたか彼女は何事もなかったかのように私に問うた私は彼女が落ち着いているのを見て心中恥ずかしくなってきた 私はいつとも知らず彼女と彼との間に嫉妬を感じていたのであるそして彼女が今日こうして私と同室で仕事を続けるのを見て心の底にかすかながら安堵を覚えたのであったこの悲しむべき安堵は1時間を待つことなくまた根底から覆されなくてはならなかったのである午後の4時が近づいた時 まだ霧の深いパリの冬は薄暗くなってきたその時私たちの部屋のドアが開かれたお入り私は答えたその私の答えに先立って彼女はいつともなく仕事着を脱いですでにいつもの派手な毛皮のコートを着て戸を開けていた私は開くべきドアを振り返って 彼女が美しい手を戸の外の人に渡しているのを見なくてはならなかった公爵あなたのお友達が今日旅から帰ってきました彼女はこう言って話した私は戸の外に立つべき人を直ちに想像したそれは藤原氏でなくてはならない私はその声を聞いてまたも身をかわしてドアに背を向けて総外を見つめた 生外の霧はまたも深くその霧の底に沈む町の明かりはほんのりとしか数えられなかった私はその島民に落ちてもいるべきパリの町の中に住むたった一人の他国人であるのを感じて言い知れぬ涙めくものが頬に来るのを覚えた「山木さんしばらく先日は講釈令状をお連れくださいましてありがとう」 藤原氏はスースーとフランス語で私の後ろかから話しかけた。私は日本人からフランス語で話しかけられたのも気がつかぬほど妙な興奮にいたので早速私もフランス語で答えたい,いえどういたしましてその後令状の姿をお書きになっていると伺いましたがもう出来上がりましたか私はこう言いながら日本人らしい皮肉を言ったつもりであった。 その問いには彼女が答えてくれた。いかにも落ち着いた調子でまだ出来上がりはしませんが講釈は私の裸体は生涯の終わりまででいいことになりましたので私はこの言葉を聞いて全てを了解してしまった私の心にはフランス上流の人々のよくする挨拶がよみがえってきたおめでとう ママダム・マルキーズフジワラ・私は彼女をまともに見つめてあえて彼女を藤原公釈夫人と呼んだのであるメルシーメッシュ彼女は私に手を述べた私はその手を受けなくてはならなかった私は彼女の手を手袋の上から握りながら顔を伏せた私の手が彼女から離れるや否や 彼と彼女の唇は相接した私はそれらをちらと見たまま再び顔を伏せて部屋を出ていく二人の足音の遠のくのを待った<お>私は彼女を藤原興夫人と呼んだその言葉はどれほど彼女を喜ばせたことであろう その日以来彼女は前日研究所へ出てきたそして午後の茶の時間には藤原氏がいつも迎えに来て2人は自動車で町の中央に出て行った彼女は藤原公の家柄を毎日のように私に聞き出した私は藤原公について知れる限りを話した私は藤原氏が公爵家と全く間を立っているや否やを知らなかった そのことについても彼女はたびたび聞いた。私はその当時の状況を知らぬので、それについては何とも話すことができなかった。パリの霧は一日一日と薄らいできた。一週に一日くらいは日の光を見るようになってきた。アメリカからの観光団が時々町の一流の旅館の全室を模様したと新聞紙上で知るようになった。 広場広場にある花園には園庭が草花の苗を植え始めたかくしてパリの春は戸の外に迫っていた私は相変わらず研究所に通っていたそして彼女に会う日があってももはや嫉妬らしい心のかけらをも感じなくなった私は彼と彼女の幸福を近づいてくる春の心に満ちて祈るほどの余裕を見いだした私は 彼が芸術家として得意の才能を受けて生まれてきていることを忘れることはできないまた彼女がフランスの一流の名門の出の霊場として尊ぶべき多くの性質を持ちまた科学者としての研究が彼女の人格の完成に力あるべきことをも知っていた私は彼と彼女とのために情を捨てて将来を祝福すべき立場に立つことをしみじみと感じたのであった 私の心がこれほどの落ち着きを得たとき、またも私は、私の心の閉傷状態を動揺させられる一つの新事件に遭わなくてはならなかった。私はこの事件については全く責任がないのであった。私はいささかたりとも彼と彼女とに対して悪意を持ってはおらなかったのである。ただ偶然が、私をしてこの事件に横着せしめたのである。 この点は誤解を恐れるゆえにしかと断っておく必要があるのである。いわんやこの新事件は私にとって脅威に値すべきものであったとともに藤原氏にとっては全く芸術家としての全名声を失うに十分のことであったと思われる点より言えば私は特にこの事件を私が故意に作り上げたと言われては私の立場が全くなくなってしまうのである。私は、 彼と彼女との間に霧の一日の午後以来醸された相愛に対して確かに嫉妬を感じていたその嫉妬は当然と言うべきものではなかったがあの当時の私としては意味がたきものであったことを理解してもらいたいのである私は彼を画家として人後に落ちず愛好していた特に私の同国の一人が他国 それも芸術史上のフランスにおいて無常の名声を博したことについては私自身のことでもあるように気遣していたその気遣はいよいよ私をして彼の作ならびに彼を愛好せしむるに至ったのであるまた私は寂しい他国の無味乾燥な科学研究所に日を送っていて心を慰むる何者も求めて得られずにいた時に 突然私の部屋に現れた若い一人の名門での女性に対してある情を感じたこともまた何ぜらるべきでないと思うもちろん恋ではない愛でもないいわば私の空気を覆う薄桃色のカーテンに過ぎぬとはいえ私にとってこの薄桃色のカーテンは私のその頃の石箔を隠すに十分であったのである この二人の若い人々の間に、私の全く知らぬ間に相愛が醸されたのを私は知ったのである。私は嫉妬を感じた。私はこの嫉妬をさもしい人間の情と言われたくないのである。私は嫉妬を感じたが、人ともに彼ら二人の将来を祝福しなくてはならんのに気がついたのである。そして私は、 私自身のことでもあるように、彼らの中を喜ぶほどの余裕を得た。こうして、私の心が澄み渡った大きな情に満ちていたときに、新しい事件は起こったのである。私は、故意にこういう事件を仕組むほどの卑怯な心の持ち主でないことを、理解してもらえることと信ずる。 6この新事件を起こす前に私は私自身のことを記しておきたいもちろん余事ではあるが私の本心を了解してもらうためには私自身のことをやや詳細に語っておかなくてはならぬのを感じるのである私は科学者であると言った私は生理学を専攻するものである その頃私が専念研究していたのは色彩に対する動物の感度であった私は猿を用いて実験をしていた色彩に対して猿がどれほど敏感に反応するものであるかを研究の題目としていたのである私の研究の材料となっていたアフリカ産の猿はあるいは彩られた食物に対して検査をされあるいは彩られた紙を近づけられて その行動を私に監視されていた動物の嗅覚を失わしむるために私の猿は鼻光にコカインを塗られたりあるいは嗅神経を機械的に破壊されたりしていたこれらの捜査を受けた猿は赤い色に再敏感であった暗室に猿を置いて赤い明かりを見せるとき猿は叫んだもし紫の明かりを彼に見せるときは 彼はたた。だかかすに唸るのみであった私がこういう色彩に対する研究をしていたということはすなわち私が藤原氏の絵画の色彩に対して得意さのあることを明瞭に認めるに大いな力となったものであろう故に私はただに人として彼の絵を愛好するのみでなく科学者としても彼の才能を任用していたのである私の研究は フランスという国においてのみ行われる研究であった芸術の国としての不つ合くなればこそ私の研究の発表はかなりの反響を勝ち得ることができたのである私は猿をもってする研究を大体いい完成した時に猿に近いと信ずる人類の栄治についてこれを試みるの必要に迫られていたその時私はふと心の中に思いついた 一体藤原氏自身は色彩についてどういう連想と感情を持つであろうか私はこう考えた時研究欲の衝動に駆られて一科学者として藤原氏を大人うことを決心したそしてちょうど研究室へ来ていた彼女を通じて私の希望を藤原氏に通じたのであったこの 私の科学者としての欲望が新事件を起こすよすがをなしたのである私が故意に作り上げた事件ではないと言えるのは実はこの事情より言うのであるマドモアゼル・マルキーズ・モントレイユは 私の希望を藤原氏に心よく通じてくれた。藤原氏は春のサロンに出品すべき作品に努力している頃であったので、しばらくの猶予を買うことを言った。マロニエの咲く頃になれば仕事も完成しますし、また心も落ち着きますから、あなたのご希望に沿うことができるそうです。彼女は私にこうも言った。 私は先に一段落を済ませた研究の記録を整理しながらひたすらにマロニエの花を待った一日一日と太陽は明るくなってきた霧というても朝夕だけとなった街行く人々の方には赤が濃くなってきた公園には鳥に餌をやる園庭の笛がはるめく空気を揺るがせていた 私は天才児藤原氏の色彩感覚を研究の材料に取り入れるの気閲に酔いながら夕暮れのシャンゼリゼ街を得意の足取りで散歩していたいつともなく夕空には紅いが咲く夜の空には星がきらめくのをも見るようになったかくて一夜の暖かい雨にマロニエの花のつぼみが目に立ってくる たたまたま郊外に出てみればツバメが赤色の腹を見せて町並みの間をかけていた「明日の午前のご都合はいかがですか?」という電話を私がマドモアゼル・マルキーズから受けた日の午後ふと大使館へ行くために私が通りすがったレタ・ジュニスの広場にはすでにマロニエが咲いているのを見たのである。私は、 踊る心に大使館の玄関に立って、故国からの手紙を探したのであった8私は、私の研究に関係のある書類の五六冊を小脇に挟んで、地下鉄道に乗って、パリ城門の一つに近い終点まで行った。 そそしてその駅から出て郊外の歩道を歩いていたパリにフランスなしという言葉そのままに足一歩パリの城門をいずれば勤勉なるフランス人は春の来たのを知って野に出て働いていた馬は首を長く伸ばして車を引いていた花のないフランスにもプラターンの若葉は春の香りを放っていた 私は踊る心に天才芸術家の仮住まいへと急いでいた後ろから私を追い越した自動車に私は拾い上げられた車上には美しい春の装いをしたマドモアゼル・マルキーズが私に笑いかけていた私は彼女をこの朝ほど美しく見たことがなかった自動車はポプラの木のそびえ立つ中のビラの一つについた すでに藤原氏はアトリエの窓を開けて私たた。ちを待っていた私はマドモアゼルの手を取って自動車から降りて家の中に入ったアトリエの中にも春は来ていたあちこちに置かれた未完成の作品の中にひときわ目立って見える天才画家の恋人の裸像の美しさよその方から首にと及ぶ滑らかさ そして首にある陰影の深い緑私はしみじみと彼の色彩感の得意さに打たれたのである藤原氏は快く私を迎え入れて椅子を勧めた私は一科学者としてのわがままな希望を遂げさせてもらえる行為について深く謝したとにかく私は色に対して他人と異なるものがあるのを自分から知っています その点があなたの研究の助けになるならば、この上ない喜びです。おそらく、私の物質以上の意味のある私となりうるでしょう。ご遠慮なくお話しくださいまし。私はただに科学者としてのみでなく、人として彼の好意と友情とに感謝した。私は私が彼を研究の対象とするの比例を写したのち、 なお順序として最初に色彩館の検否を試みなくてはならぬ科学者としての立場を説明したのち1冊の色心検査表を彼の前に出したそしてその第1ページを出して赤の点の中に緑の点を持って書かれた字を読んでもらわんとしたその表には8という数字が緑色に書かれていた彼はそれを凝視した そして私の顔を見返した。これはどういうのですか。何か特別なことがあるのですか。私は彼の顔を見返した。そして静かに言った。ただこの字を読んでいただけばいいのです。字を。どこにある字を。色で書いてある字です。 彼はまたその標語を見直した。そしてそれを手に取って近づけ、あるいは遠くした。わかりませんな。私は彼の顔を凝視した。彼は次のページをまくっている。ああ、ああ、これはわかる。ゴという字が書いてある。私はそのページを見た。 そこには赤い点の中の黄色い点で「母」と記してあった私はまた別の表を出したそして彼に問うた彼は正しく答えた最後に私は再び第1ページを出して彼に問うた彼は何とも答えなかった私は 心の動揺を鎮めながらその本を閉じたそして「ありがとう」と礼を述べたその時今まで生涯を眺めていたマドモアゼルが私たちに近づいてきた私はこう答えたあと 胸の急に締められるのを感じてきた私は椅子から立ったうっかりしてもう一つ本を持ってくるのを忘れましたもう一度火を変えてあがります私の言葉があまりに唐突であったのを私自身も感じたまあそれはそれとして今日はみんなで昼飯を食べましょう用意もしておきましたから 私は1分もこの部屋にいてはならぬのを感じたありがとうですが今日うっかりして忘れたこともありますので私は既に部屋を出かかっていたももう、もう少しいかがですマドモアゼルの声を聞きながら私は逃げるように玄関に出た。 おかわりならば車をお使いくださいこの声を私は郊外で聞くほど急いでいたそして街道に出た時私は一丁ほど一三にかけたかろうじて人家の耐えた並木に来た時私は後ろを振り向いた静かな街道は春の風のみのマロニエの並木であった 私は頬を緩めてとぼとぼと歩いた私の脇の下からは気味の悪い汗がしとしとと流れている私の心は一分一分と落ち着いてきたそしてその落ち着きがところを得た時私は絶望的な口調で毒後したああ藤原は 藤原は色盲なのだ積力色盲なのだ俺は科学者としてしかも色揮神を専攻する生理学者として彼の色盲を発見してしまったのだ私は涙のボロボロと出てくるのを頬に感じた私は何という失敗をしてしまったのだろう 彼の書くものを「色盲者の産物」と思わなくてはならぬ自分は何という不幸な人間であろう私は今まで彼の得意さに驚嘆していたのだそして世評もまた彼の色彩感に対して称賛しているのだその驚嘆、称賛は色盲者に対する霊賛であったのだ私は、 少なくとも私一人は彼の指揮であることを知ってしまったのだ私は谷底に突き落とされた子羊となってその街道をボロボロと歩いていた私は春のサロンをまたでイタリアへ遊びに出た。 私には彼の絵を見るの勇気のないことはもちろんであるが彼の作に対する世評を聞くことが最も苦痛であったのである葬られた幾多の芸術品のかけらを見て涙をそそられたそしてその涙はいつも我が天才画家が色毛であると知られた後の廃棄品としての彼の作の将来に続いて流れた涙であった 私は再びパリへは帰るまいと幾度旅宿の寂しい部屋で思ったであろうそれ以来私は旅から旅への年月を過ごしたある夏は小パリといわれるウィーンの踊り場で過ごしたある秋は北海の暗い町に焦然として泣く女を見て身の上話を聞いてやったこともあったそして私は 2年の歳月を欧州の国々に放浪して歩いた後こっそりパリへ帰って荷物をまとめて日本まで逃げて帰ってきたのであったそれゆえ私の色心に関する研究はただパリの研究所で完成した猿についての研究のみしかない私は日本に帰ってからも時々フランスで藤原氏が相変わらず天才として生命を馳せているのを知った それを知るたびに私は私が科学者として彼の色儲を知ってしまったことを悔いた私が記帳してから10年の月日が流れたそして今日私は彼の死を知ったのである彼の死は天才を失った秘宝として伝えられたのであった私は彼の死を知ったその瞬間 重荷をを下ろしたた気軽さを覚えたそして彼が色揮毛であったことを誰一人特に彼自身さえ私以外の人が知らずにいたということを思って嬉しくもまた寂しくも感じたのであった彼は死んだのである天才画家 特に色彩に対して得意さを持つ裸体画家として名声をもっぱらにして死んだのである彼は死んだのであるそして私もいつかは彼の後を追わなくてはならぬ私さえ彼の色揮であったことを発表しないならば私と共に彼の色揮であったことはホームラルルに相違ないそれを 私が彼の死を知った今日あたかも死体に鞭打つように発表するというのは卑劣な私の心の表れであると言われても私は弁明の自由を持たぬけれども私があえて彼の死後を特に選んでこのことを発表するには私は私として相当の理由があるのである彼が色盲であったことは私が口にしなくとも事実である 事事実実は発表されるるとといのとにかかわらず事実である私は事実を秘密にして初めて勝ち得る全ての名声を卑しくも思うのである幸いにも私は一科学者にすぎない科学者として知り得た彼の指揮であるということは私にとってのみならず誰にとっても彼にとっても事実と認めなくてはならない 各事実がとして存ずる以上は、彼が天才画家として終始した原因がすなわち彼の指揮であったことにあるという解釈を下さなくてはならないのではあるまいか私は彼のために今更武装する平和などを持って対する虚偽の態度を捨ててしまいたいのである彼は指揮であったこの点は科学者として私が証明するに躊躇しない 彼は色毛である。式網なればこそ健康人の成し遂げざる大芸術を成し遂げたのである彼が色盲であったということは妄想彼の芸術を傷つけることではないむしろいわゆる健康人は凡人であるということに大きな証拠を与えたものであると私は信ずるのである言葉を変えて言えば色盲ということは 健康なる凡人が天才児に対して用いるきなぐさめの自己弁護に過ぎぬと言って差し支えあるまい。